やれやれ。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。ウォール・シーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か、その言い方が僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんで
マルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。アニ、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。雲をもう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。この様子じゃ巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや人類の敗北だ。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。敵外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。
ランジさんだ。刃じゃどうにもならないよ。砲台を使ってメガタを消耗させるんだ。まだ戦える。エレン、まだ巨人になれないの？何度も試してんのに。なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人々、悪いな、アルミ。何も変えることはできない。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。状況だが、なんとかするぞ。俺はコニーか。エレン、味方の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。エレン、まだ兄と戦うことを躊躇してるんじゃない。分かっているでしょ、味方の巨人が兄だってこと。戦わなくちゃダメでしょ。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょ、世界は残酷なんだから。助かった。能力がある限り、いくら刃で攻撃してもほとんど意味がねえな。
でけえ害虫が駆逐してやる。
やってやる。